すいません、お届け物です。はい、こちらにサインお願いします。ありがとうございました。あ、仕事行かないと。はい、ヒイラギです。ああ、お母さん。あら、ノエル、おはよう。おはようじゃなくて、何あれ。あれ、タンスよ、タンス、古いタンス。ああ、よかった、着いたのね。よくない。でも、順番なのよね。順番って、後でかけ直す。はい、はい、お客様ご相談担当、ヒイラギが受けたまわりました。申し訳ございませんでした。はい、お待たせいたしました。お客様サービスセンターです。ですね。マサ？誰あんた？ジロ吉。そっちは大五郎。よし、わかった。ジロ吉に大五郎な。わかった。よし、こっち来て座れ。これ終わってからでいい？座れ！要するに、
わかんない。何なのあんたたち。物分かりの悪い人ですね。代々ヒイラギ家のトジ様に仕えるのが僕たちの役目だと言っているじゃないですか。トジ様って何？家を司る主たる女性のことです。単におばあさんという意味もあります。そんな年じゃないわよ。まだ結婚もしていなければそんな相手もいなさそうですね。悪かったわね。だいたい一人暮らしのくせに不用心ですよ。玄関の鍵は一つだけで、しかもシリンダー錠。部屋にいるときはチェーンぐらいかけて。うるさいな。お前も。家具に突っ張り棒は入れてないし、非常持ち出し袋もない。地震の備えも考えてない。口やかましいのだけは一人前ね。なんだかわかんないけども。うわ、いったー。いや、前だ。初対面よ。失礼なやつだな。朝飯食わせてやったろ。あれ、あんた。あーや、朝はあーでねとな。うまかったろ。まあ、うん。冷蔵庫にあるもんだけであれぐらいは作れんだから、サボっちゃいかんぜ。はい。なんで馴染んでんのこいつら。っていうか私、あー、やっぱりおかしい。まとめて帰れ。雨戸もないんだな。また来ら。どういうことこれ。ノエル、昨日はゆっくり休めた？一日中二日酔いだったりして。うん、珍しい。手作り弁当。もういい？これでよし。おいしい。意外に料理うまいんだ、ノエル。そう？ガチ、先に戻るね。うん。おいしい。なによこれ。あいつらだな。まったく何なのもう。やればできるじゃん。余計なお世話よ、うん、部屋をめちゃくちゃにしたのは誰？こいつ。また違うのが。ハンペ、何でもすぐ散らかすんだ。壁に向いてたタンスを無理やり開けて出てきたんですよ。突っ張り棒しないから。はいはい、やっと綺麗になったわね、部屋。そうね、おかげさまで。まだいるの？ゆきです。どうも。はい、と申します。どうぞよろしくお願いします。ああ、ご丁寧に。よし、晩飯作ってやろう。ぶっぶ、チロクチ、ハンペイ頼む。うわあ、こら、ハンペイ散らかすな。何食べさせてくれる？素材と相談中だ。何この化粧品、いつの流行りよ。これ塗って外出てんの？信じらんない。この格好で寝てらっしゃるのはちょっと。今度私が寝巻きを仕立てて差し上げます。この後連中はタンスに帰ることなく居座り続けることに。ああ、もうこんな時間。おお、ごめん、朝食べてる時間が。ありがとう。買い物メモが中に入ってるからよろしく。最近お弁当多いね。ちょっとね、節約しようと思って。さてはなんてことじゃなさそうだし。夜は？ごめん、今日近所のスーパーでタイムサービスがあって。
本気だ。ごめん。ただいまー。おかえり。あれ、大根の葉っぱはどうした？いらないと思って切ってもらったわよ。捨てるな、もったいない。あ、はい、いただきます。犯人はこの108人の、食事の時はテレビ消しますよ。こら、ハッピー、ちゃんと拭かないと風邪ひくでしょ。作ってるの？大根の皮のきんぴら。楽しそうだね。いつでも手ほどきするぜ。お願いしよっかな。そっちでユキが待ってるよ。はいはい、座って。メイクも大事だけど、就寝前のお肌のお手入れも大事なの。あはあ、うん、冷た。大事大事。ヒイラギ君、ちょっと。はい。怒られたの？逆。褒められたの？そんな感じ。なんとなくわかる気もするな。最近のノエル、変わってきたもの。変わった？私が？おかえり。ただいま。みんなで買い物行こうか。行こう行こう。いいね。ドラッグストアとかも行ってね。行きましょうか。非常袋、非常袋。はい、ヒイラギでございます。もしもし、お母さん？ノエル、久しぶりね。どうしたの？タンスなんだけど。知ってたんでしょ？なーに？あの、なんだかわかんない連中。連中？さあ、もう。じゃあ、送り返してくる？え？いいわ、とりあえず。そう？そっちで待ってな。今美味しいもの作ってやっから。お願いします。マサ。お、私にも料理手伝わせてもらえない？手ほどきするぜ。お願いします。なんかこの辺のことに詳しくない？なんでさ。なんでってことないけど、なんとなく商店街とか買って知ったるって感じだったし。それはそうですよ。僕たちはずっとこの辺りにいたんですから。そうなの？この間までいた家の方がむしろよそなんですのよ。埼玉の？お母さん家？そ、
その前の家はこの近くでしょ？そっか、おばあちゃん家は確かにこの近くだった。今はもうマンションだか駐車場だかになっちゃったけど。柊木家はずっとこの土地に根付いてたんだ。俺たちもずっと一緒だった。そうだったんだ。ですから新しい杜氏様がこの土地に暮らすことを選んだのは私たちには誇らしいことでしたの。しなくてちゃんとしてなくてどうしようかと思ったけどね。ユキに言われたくないわ。トシ様ね。あ、ただの一人暮らしのつまんない OL だけど。物を口に入れたまま喋らない。あんたに言われたくないって。ノエルさんはもう立派な杜氏様ですわ。どこへ出しても恥ずかしくない柊木家の主。少なくとも俺たちが来る前よりはマシになった。ったく、子供のなりして生意気なのよ。あらあら、言葉遣いはまだまだでしょうか。そう簡単には治んないわよねえ。後でちゃんと片付けるから。前の杜氏様だな。ノエルも映ってるよ。本当だ、おばあちゃんと私ちっとも気づかなかった。毎朝ここ通ってるのに。
たでしょ、ヒイラギの家はこの土地に根付いています。ノエルさんのおばあさまもヒイおばあさまもその前もずっと俺たち嬉しかったんだ、ここでヒイラギの新しい主に会えて。でも役目は終わりだ。この土地でじゃないかもしれないけど、ヒイラギの家が続く限りまた会いに来るぜ。ノエルさんの次のトジ様が現れた時に。ノエルに男なんて見つかるのかな。余計なお世話よ。しばらく空き家にしますけど、タンス大事にしてくださいよ。珍しいわね、日曜だっていうのに。いいじゃん、早起きしたって。まあそうね。うん、じゃあちょうどよかった。ん、新しい食器棚をね買ったのよ。あなた水屋いるでしょ。これはいいものよ、ひいおばあちゃんが使ってたの。今日着くよう送ったから。Eee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